方から、ネットを活用してウェブマーケティングで稼ぐにはご相談ですね。インターネットマーケティング、オンラインマーケティングで稼ぐにはどうすればいいでしょうか。まあ、いずれ海外移住したいので、やはりですね、どの場所にいても稼げる方法として、ウェブマーケティング、オンラインマーケティングをやってみたいということなんですけれども、まあ、そんなにですね、専門知識っていうのをガツガツ勉強する必要は、ウェブマーケティングの場合ないんですよね。ちゃんとした流れと仕組みを作るっていうのが何よりですね。で、なかなかほとんどの人ができない集客っていうのにやっぱり力を入れられるといいかなと思います。で、まあ、例えば月に100人200人という形でですね、LINE の登録とかですね、メルマガ登録ができるようなところまでですね、集客に結構力を8割以上入れていくっていうのがいいと思います。まあ、ブログの場合だったら記事を書いていく、まあ、これも外注さんに任せるって形で僕はお伝えしてて、ほとんどの人が続けられないので外注さんを使うってことなんですよね。あと動画の場合も、まあ、外注さん使うこともできますし、ご自身でちょこちょこ出すと、広告費用